山の Q&A の時間だよ。皆さんどうもこんばんみ、ジュレ西山でございます。こんばんよ。あのね、うん、10投目公演がようやく発表できましてね、はい、作品名が、はい、ラジオラジオラジオと書きまして、ラディオラディオラディオと読んでいただきたいと思います。ラディオラディオネイティブ。そうだね、言わないとどう読めばいいかわからないもんね。ラジオラジオラジオ、ね、ラジオ読みではなくてラディオ読みでお願いしたいと思います。おしゃれな感じだね。はい、そうで、それにちなみまして、今日はみんなでの座談会はラジオのお話を、はい、したいなということで、ラジオ聞いてた？聞いてた。聞いてました。昔から。聞いとったな。若い頃から。勉強しながら。あ、そうそうそう。勉強しながらね。受験勉強しながら。勉強してんのかラジオ聞いとんのかみたいな。そうそうそう。ということは、え、高校生ってこと？中学生。中学生。中高生だね。受験受験。私が、みんなに聞きたいんですけど、私がね、そんなに家がラジオ聞く家族じゃなくて、まあ、聞いてるとしたら中日のドラゴンズの試合、それをラジオで常に聞いてイエーイみたいな、そんな家族だって。それ以外はね、ほぼね、番組の思い出がないんですよ。だからみんなにどんなものを聞いてたのかなっていうのを聞きたくて。はい、ございます。はい、はい、じゃあどれから、アンベちゃんからじゃあ。特にやっぱ自分専用のラジカセを買ってもらったから聞いてるっていうのもある。あるある。誕生日で、はい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 、よくある赤いやつね、うん、わかる、ダブルカセットみたいな。そうそうそう、あれを買ってもらって聞いてた、うん、オールナイトニッポン。あ、そう、それだよね。1時からじゃない、それも子供にはすごい時間が深い時間だったけど。それ高校の時？中高ぐらい。もう中で聞き始めてるでしたね。当時って誰が大人気なの？福山雅治。あ、もうそんなん？アンベちゃん若いな。若いな。若いな。最年少や、最年少。忘れた、忘れた。やった。全然最近な感じだけど。うっかり。本当だよね、福山さん。あんた中身大人やから。松任谷とかね。あ、松任谷ね。あ、そうだね。あの人元気なんだからな。ナイナイとかね。あ、ナイナイ。もう本当に最近な感覚だな。最近だね。最年少で。まあ3日展開ですよね。もうね、もうじきない。そうでしたね、聞いてました。だからね、あのテーマ曲がなるとちょっとそわそわするね。あーオールナイトニッポンね、で聞いてましたね。はい、他は。じゃあ私、私はまあ母がね、アナウンサーでしたので、ね、そうですね、はい、まあ、母の放送はもちろん聞いてたんですけど、小学校の時はあの抜群ジョッキーっていうのを1時から4時抜群ジョッキ ー, ッキーお昼間、はい、坂東英二さんの時と上岡龍太郎さんの時とそれぞれパーソナリティーで一緒に、お母様がね、すごいですね、まあ、それを聞いてて、で中学入った時、小堀克洋さんの番組、はいはいはい、小堀さんあって、で、それの中で母がですね、ラジオ文庫って言って本を読んでたことがあったんです。朗読をして、いいね。生じゃなくて録音だったんで、私がね、あの母の隣で、まあ、珍しく勉強していた時があったんですね。うん、珍しい。そんな本を読んでたんですけど、野菊の墓の最終回をやってた時に、あの、そのお母さんがね、死んでしまったタミさんに対してね、謝りながら、こう、正夫さんって息子さんに話してるんですけど、その時涙ながらに話してるのを聞き、もう聞こえてくるから、私も涙バタ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 落としながらこうね、聞いてるんですけど、ふって見たら母全然泣いてないとか、あと落下流派の怪談、はいはいはい、小泉洋子とか、あれを読んでたんですけど、すっごい怖くなってトイレ行けなくなっちゃったりとか。すごい。そういうのをあのやってたので、まあ、それでもうきっかけで小堀さんのラジオ聞いたりとか。あと FM バラエティって知らない？なんかタイトルが全部1世紀ぐらい前な感じですね。こんばんはって青木さやこさんがドゥビドゥビドゥンっていう曲で始めた。わかんないな。え、今なんか若干来たの。ドゥビドゥビドゥン。そうそう、ドゥビドゥビドゥン、ドゥビドゥビドゥンって始まるテーマ曲があって、はい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 、毎日7時ぐらいから、あって、それを聞くのがなんか習慣化してました。ラジオって一回引き出すと習慣化する、そうだね。これ今聞いてる人、あるあるってなってるよ、きっと。きっとあると思います。一緒に歌ってください。真空管ラジオぐらいのこの話。
それはいつの話かな。同い年同い年。あ、そうでした、そうでした。はい、そうなんですね。そうなんで、お母様がそうだよな、ラジオの方だもんな。うん、すごい羨ましい話。羨ましいね。まあ、そしたらうちのおばもそうですけどね。そうだね。リコタンね。そうですね。リコタン、ポコタン、ポンポコリンや。東海ラジオで一世風靡した。うん、ね、ラジオが始まるとそうやって自分の紹介が始まる。あ、そうなん、リコタン、ポコタン、ポンポコリンみたいな人気のワードがあったみたいです。しんちゃんは？僕はね、うん、まあ、オールナイトニッポンは僕高校の時に学校で流行ってたから聞いてて、その時は、うん、もう誰だったか全部覚えてないけど、すごく印象残ってるのは古田新太と伊集院光の2人はなんかすごく印象残ってる。2人とも当時僕は顔を知らない、あまりテレビには出てなかったから、うん、うん、今はもうね、ものすごい有名人になってますけども、うん、あとラジオで印象残ってるのは、うちの母ちゃんが、うん、要家事やりながら聞いてたんですよ、うん、昼間とか、うん、だから夏休みとかで家にいると、うん、ラジオがいつもかかってて、うん、でその時に、もうどこの曲か知らないけど、アマチンさんの番組がね、はいはいはい、かかってて、アマチンのラジオにお任せっていうのが聞いてた聞いてた、長い番組なのかな、だからもう昔から学生時代から、うん、もうアマチンさんという人はもうすごい人なんだってすごい思ってて、うん、もううちの母ちゃんが聞いてるし、だからある意味古田新太さんとかさ、伊集院光さんとかと並んでるすごい人っていうイメージだった。なんか、うん、名古屋の放送局とか全国放送局ってことを意識してないから、うん、田舎者の私はね、うん、そんな感覚で聞いておりましたよ。ちょっと話戻るけど、うん、アマチンさん言ったらもうリコタンと森本涼さんの3人で番組ずっとやっとった、うん、そうなんですね。その3人がもう本当大人気になって、はー、なるほど、ミッドナイト東海やね。そうそうそう、懐かしい、そのタイトル、うん、俺は聞いたことないけど、うん、聞きたかったよね、聞いてみたかった、うん、そんな思い出があります。はい、マッキーは？私すごいミーハーなんですけど、はい、TM ネットワークってご存知？はい、皆さんご存知ですよ、はい、大好きで、小室哲哉さん大好きで、それで FM ロックステーションっていう番組があって、で深夜番組で、それを毎週 TM の回を全部録音してた。120分番組だから、うん、その120分テープ A 面と B 面ひっくり返して途中、ね、そう、うん、全部揃えてた。へー、もうないけどね。ない潔いな、そこ。そう、あれ毎週楽しみでしたよ。120分テープで今あんのかな、売ってんのかな、売ってないんだ、売ってないの、製造中止になってる。なんかでもカセットテープってまだ今人気なんでしょ。そう、ね、売ってないの。120とかもう製造停止になって、取っとけばよかった。だ、まだ持ってるよ私。お、嘘、転売できるやん。転売ちゃうわ。アルフィーのタイムとかが入って、それは取っとかないからな、ね、なんか一番なんか話ありそうな、ありそうでもないけど、ラストでも関西のラジオやからね、こういった話ちょっと分からんと思うけど、確かにそうだ、うん、一つはヤングタウンっていうのが、オールナイトニッポンみたいな感じであったんやけど、それで谷村新司さんと、米安やなくて、屋敷隆人ちゃうわ、西山さんが昔仕事を一緒にしてた、こんな頭こんな人おりやん、ああ分かった、名前がすごだひろ、うん、いろんなのが一号白書とか歌ってた人、バン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 と谷村新、バンバンと谷村新司さんの2人でやってる番組があったんよ。でそれの中にある崩れパンダの女性立ち入り禁止コーナーっていう、うん、今じゃ絶対流せないようなエロいことバンバン言いまくるコーナーがあって、うんうん、であの崩れパンダっていうのは谷村新司さんのことやねんけど、うん、でそれを聞いて、その中でね、ドラゴン作戦っていうの、何やドラゴン作戦って思うやんか、うん、谷村さんとかバンバンのコンサートの中でドラゴンってみんなが叫ぶんやけど、ただそれだけのことやねんけど、ステッカーそれでくれるみたいなやつが叫ぶんですよ。でそのうちの近くにあった向こう側女学院っていうところに谷村さんたちが来たわけよ、うん、ほんで行っても曲中でも何でも関係なくみんなドラゴンドラゴン叫ぶから、ちょっとごめんみんな蓋はしてっていうことがあった、うん、でその流れで、真夜中12時からやってたんやけど、ありがとう浜村淳ですっていう番組があって、うん、でこの浜村淳っていう人が、こちらあんましメジャーじゃないかもしれない、ものすごい語りの上手な人で、うん、で俺映画大好きやったのね、うん、でその時試験勉強しながら聞いとったんやけど、もうその時間だけはそっちに耳傾けとったんやけど、うん、
映画のねストーリーを説明してくれるわけ。こんなにいい映画やから見に行って、うん、頭から最後20分ぐらいもう全部喋るから見に行かんねえね全部語っちゃうもう全て語った。そうそう、でオチまで全部喋ってくれるからもう頭に全部浮かぶ。それがこんなに語りのうまいおっさんがおんのかで評判やったのこの人のそのコーナーが、うん、映画業界からちょっとクレームが来てんけど、うん、でもそれだけ分かっとってもお客さんそこに集まるんや。今勉強したいな思うけどね、今やから余計勉強したいなと思うけどね、うん、もうやってはらへんのかな、やってんのかな、うん、そんなのがあったよ。そうかそうか、ね、ちょうど今大輝さんとしんちゃんはね、うん、リアルにね、あ、そうですね、お仕事させていただいてますね、させていただいてますね。あ、ちょっと番宣としてどうですか。FM84.5、はい、瀬戸と終わり朝日と長久手ディナがエリアのラジオサンキューというところで、はい、S は瀬戸、 A が朝日で、 N が長久手いう3ね、サンキュー、うん、で、火曜日のお昼1時から4時まで3時間、3時間たっぷり、はい、サンキューアフタヌーンというコーナーで喋ってます。ネットとかでも聞けるみたいなんで、うん、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。僕はですね、持っている番組がショッピング番組なんですけども、うん、CBC ラジオで平日朝、まあ、5時台という早い時間なんですけども、生じゃないです、はい、毎日5時台に生は相当すごいですよね、うん、なんですけども、CBC アイショップという番組をやっておりますので、まあ、早朝に車乗ってる方とかね、うん、ぜひぜひ聞いていただいて、うん、なんか気に入ったものがあれば買っていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでですね、10棟目はラジオスタジオが、うん、物語、うん、はい、なんていうの、基地じゃなくてベースじゃなくてブース、ブースじゃなくてベースとなります全部言ったね、バースバースが出てくるじゃないそのうちスタジオ、スタジオがベースとなった物語でございますこれ全部カットせずに流すでしょ、アメちゃんはい、6月ちょうど1ヶ月後ぐらいにはもう本番さなかですよ。そうです、そうです、本当に2週目かっていうぐらい、そうだね、もう随分出来上がってきたよ、8、9、10、そして1週間空きまして15、16、17、金土日、うん、金土日8回公演でございます、うん、はい、ね、ラジオでいろいろお世話になってる我々が作り上げる、うん、物語ですので、うん、はい、リアルなのかそうじゃないのか関係者が見たら怒られるのか、うん、いいぞって言ってくれるのか分かりませんけれども、うんうんうん、本当に 100% 愛情を込めて、うん、ラジオの物語を作らせていただきますので、ぜひ皆様見に来てください、聞きに来てください、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまたお会いしましょう、はい、本日はここまで、ありがとうございました。